ツーチームです。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、トップバッターなんでね、盛り上げていけるように頑張っていきたいと思いますけど、はい、まあ、今日はせっかくなんで、はい、僕らの顔と名前だけでも覚えて帰ってくださいね。いや、もうそんなことよりね、はいはい、カワレの顔と体の比率、これだけでも覚えてくださいね。顔と体の比率、はい、ちょっと俺それ聞いたことのワードないけど、何それ何してんのお前、何測っとんの。1対3ですね。1対3誰が4等身やろお前、誰の顔と体の比率が1対3やろお前。4等身ちゃうからな、覚えてくださいね。いや、覚えなくていいですよ、そんなことね。いや、そんなことよりな、ちょっと聞きたいことあるんだけど。どないして人の髪の毛をハサミでチョキンチョキンする仕事って。人の髪の毛をチョキンチョキン、そう、美容師、そう、それに憧れてる。ほんまに、うん、いや、憧れてる職業の名前忘れる、忘れた、忘れてたやん、うん、ほんまに憧れてるの。憧れてね。あ、そう、だから今日ちょっとさ、やらしてくれ、うん、うん、じゃあ、まあ、じゃあ俺キャビやったらいいか。そう、じゃあお前やるよ。よっしゃ、ウィーン、シャンプー入ります。いきなり、いや、いきなりすぎやろお前それ。当店ハイヤスモットなんで。いや、早すぎるから、はい、シャンプー入る前に店入る。あ、普通にね、はい、うん、ウィン、いらっしゃいませ。あ、こんにちは。お客さん、本日ご予約の方は。あ、いや、ちょっと予約してないんですけど。そうですか。あ、やっぱ突然とかちょっと厳しいですか。ちょっと確認しますね。あ、すいません、お願いします。あ、やっぱ無理だ。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか。当店ご予約です。そもそも、はい、そもそもないよ。そもそもないんで。何確認したんじゃ。お客様1名様でよろしかったですか。あ、まあ、大勢で来へんやろ、これ。ご新規1名様入られます。居酒屋みたいになってるな。居酒屋か、ここ。まあ、僕しかいないですかね。誰に言うって思う。お客様、こちらの墓石の方にお座りください。墓石、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 墓石ですね。墓石なんだ。墓石ですね。墓石ってお墓にあるから、お墓に座らせるのおかしいから。まあ、お墓でしたら、店の裏に大量にあります。ここは店の裏に大量にあるんですか。はい、なんちゅうとこやねん。墓地ここ。いや、わかんないですね。すごいとこ立ってる。まあ、それぞれお座りください。それでは本日担当させていただきます、はいはいはい、石川と、はい、深田で頑張っていきます。なんで漫才師みたいになってんの。なんで俺の名前なんで知ってんの。ああ、まあ、西川さん、お願いします。はいはい、さあ、本日はアフロよろしかったですか。はい、よろしくないよ、アフロ。俺に一言も言ってないよ。アフロ入ります。話進めといて。はい、俺アフロ注文してへんから。アフロじゃない、うん、アフロじゃない、アフロじゃないよ。よかったよかったの。いや、僕アフロ苦手で。苦手なんだ。一回も成功したことないんですよね。じゃあなんで押してきてよ。よかった、アフロ得意なの。アフロだけは嫌なと思って。なんでじゃあ押してきた。じゃあアフロじゃなければ、ああ、お風呂。お風呂ちゃうよ、ゴロ似てるだけやん。お風呂入ります。お風呂入らへんで。いや、お風呂髪型ちゃうし。お風呂ってないよ。お風呂入らないですか。お風呂入らへんよ、きっとな。じゃあ普段は入るよ。じゃあ普段は入るけど、今日は入らない。今日基本は入るけど、じゃあここでは入らへん。ここでは入らへん。もうアホかお前は。はい、じゃあどうしますか。髪の毛、あの、ちょっとヘアカタログ見て髪の毛選びたいんですよ。あ、ヘアカタログですか。ありますか。はい、こちらどうぞ。あー、すみません。はい、あ、いっぱい載ってますね。僕のおすすめはですね、あ、はいはいはい、こちらの 1LDK のお部屋なんかおしゃれでいいかな。 1LDK のお部屋、家賃もお安いですし。ルームカタログじゃん、これ。部屋カタログ。部屋カタログ、部屋やん、それ部屋やん。わかりづらい、これ。部屋カタログ。物件探しに来たんちゃうじゃん、はい、髪型の部屋の方のカタログないんですか。ないですね。なんでないねん。ないです。美容室やろ。ないです。あれどうします。じゃあ絶対あれ美容室。ないです、ないです。なんでないねん。じゃあもういいですよ、じゃあ適当に、はい、もう短めにしてもらって、こうさっぱりした感じで。さっぱりしたいんで。さっぱりした感じ。はいはいはい。お風呂に入りたい。そういうことちゃうねん。汗流してさっぱりじゃない。お風呂入らないですか、やっぱり。俺入ってるから毎日。毎日入ってるから。じゃあもうなんかさっぱりって言ったのがあれなんですね。さっぱりっていうか、こうすっきり。すっきり。すっきりした髪型に。すっきりした髪型。はい、加藤浩次さんみたいになりたい。それ朝の情報番組すっきりってこと。はい。ややこしい。あの髪型。そんなトリッキーな注文せえへんで、俺。いや、加藤浩次みたいな髪型憧れてないから。加藤浩次さんなりたくない。なりたく、芸人さんとして憧れてるよ。嫌い、好きやけど。好きや、ほんと。ほぼじゃない。ほぼじゃないよ、俺は、はい。そういうことじゃなくて、好きやけど髪、もうアホかも。わかんないですね。何でもいいし、もう適当に。適当に髪に入る。ブランディングお願いします。まずじゃあ、シャンプーから入らせていただきます。シャンプー、シャンプー。シャンプー、はい。いや、お前が入んの。いや、お前入らんでいいやろ。よし。よし。何やねん。いや、かゆかったね。知らんわ。何の時間やねん、これ。それはお客さん前の方に失礼します。あ、はいはいはい。どうですか、苦しくないですか。あ、大丈夫です。じゃあこれは。え、あ、大丈夫です。じゃあこれは。めっちゃ苦しいです。じゃあこれは。苦しいっす。よし。よし、じゃないやろ。なんで苦しめていくの。よし。なんで俺の限界試すの。よし。シャトルランか。よし。よしってないの。じゃあ次、髪の毛を出していきますね。あ、早く流してください。そんな顔かかっとんねん、お前。そんな全身かけんでええやろ。よし、ファブリーズ完了。ファブリーズかい。普通の水でええやろ。いや、ちょっとお風呂入ってないと匂いが。臭くない、はい、お風呂普段入ってる。入ってますね。入ってるから。入ってますね。ああ、じゃあ次髪の毛早く切ってもいきますね。はい、お願いします。え、こちらお持ちになって。え、これ何、少々お待ちください。少々お待ちって、何これ。爆弾です。爆弾 ?321 パン。お風呂完成してる。するか。いや、爆弾もう頭もうなるか、お前。完成してる。アニメか。完成する。じゃあ、俺アフロ注文してへんから。してなかった？誰に確認してん？誰もおらんだよ。誰に確認してん？わかんないです。怖いよ。じゃあアフロ注文してへんの。あ、すいません、間違えました。何してんの？でもアフロ成功したらすごいっすよ。
成功、あ、成功か。今まで一回も成功したことないんだ。さっき言うとったけど、はい、あの今までちょっと火薬の爆弾でやるじゃないですか。あ、そうだ。火薬の量がちょっと多かったのか、みんな死んじゃったんですね。これ失敗したら死ぬ。はい、お客さん。怖、これ。全身だった。めっちゃ危険や。初めて生きてます。あ、初めて。はい、なんかあの最初言ってたお墓あるじゃないですか。お墓いっぱいあるって言った。僕がやっちゃった。お前が全部やった。はい。お前が殺してきたやつだ、はい。今日も一個作らない。連続殺人鬼。もう怖、この店怖。お客さん。いや、もうファブリーズせんでええで。もう帰るわ。あ、少々お待ちください。なんやねん。こちら次回使えるクーポン券で。いや、二度と来るか。もうええわ。どうもありがとうございました。